久保さん、動画アップしましたよ、動画。動画アップしました。まあ、とりあえずね、モチベーションを理由にしてるんだったら仕事できないよねっていう。お前のオンにしましょうか。お前が終わってんだよ、みたいなね。 まあこれ自分で稼ぐっていうのはね、やっぱね、僕はね、お給料のおこぼれをもらっている人生を送ってると、まあ、お給料のおこぼれ。うん、売り上げのおこぼれですよね。売り上げの、会社の売り上げの何パーが給料になってくると思うんですけど、まあ、おこぼれ。うーん。だから自分で稼ぐっていうのは、本当にね、ちょっとね、やっぱ違うんですよね。考え方が。 うん。だから考え方変えないと難しいと思います。なんかあの、僕はもう1万人以上お客さん見てますけど、2万人か持っている、わかんないですけど、相当、相当です。この10、まあ8年目ですか。あの、稼げる人は、やっぱそういう考え方ないっす。そういう考え方で動いてないですよね。うん。モチベーションが上がらないんでどうしたらいいですかみたいな。 んー、脳は稼げる人の中でないっすね。うん。例えば、じゃあやらなきゃいいじゃんっていう。まあ、これね、まあ、ざっくり言うと2パターンがあって、稼げる人の思考ですよね。稼げる人の思考ってどうかっていうと、じゃあ、じゃあ今日モチベーションが上がらないから今日はじゃあやめた。スパッと。ただ、ここだけは終わらしとこうとかね。このルーティンでやってるこれだけはやるっていうね。でもモチベーションがあんまないから、 まあ今日はもう早く切り上げてね、プライベートで楽しむぞとかね。まあもしくはもう完全にシャットダウンしちゃって、まあ違うところに100%使って充電して、でやるとかね。まあこれがまあ一パターンですね。もう一つのパターンがモチベーション、モチベーションとか関係なくやるってことですね。うん。そう。要はまあ、あのー、1日休もうが、10日休もうが、1週間休もうが、 三週間やすもうが、月末にちゃんと入金があればいいんじゃないですか <laughs>。モチベーションが上がっ,下がってね、できなくて、それでも売上が上がってるんだったらいいと思います。うん。ですよね、久保さん <laughs>。ちゃんと入金があるんだったら、モチベーション下がってできなくてもいいじゃないですか。だから要はこの二つっていうのはちょっと、 行動は、行動レベルは違うんだけども、結果を出すという前提は変わらないってことです。この結果を出すという前提が変わらない上で、まあ、どっち取るみたいな。要は結局、え、最初の前者パターンはモチベーションが上がらない。まあ、気分が上がらない。よし、今日はもう全力で遊んで、あのー、リフレッシュしようと。じゃあ、そのリフレッシュする目的っていうのは何かっていうと、結果を出すためですね。まあ、人間は感情がありますんで、例えば、 例えばでしょ例えば、わかりやすく言うならば、じゃあ、うん、彼女が今日交通事故で亡くなりましたとかね。彼女が今日、あの、強姦されて殺されましたとかね。あと、なんだ、親が死にました。その時にモチベーションを上げて仕事するっていうのは結構むずないしか。 まあ多分、彼女が強姦にあってね、ひどい目にあって殺されたって、その日にモチベーション上げて仕事できるかって言ったら、多分、久保さんも多分難しいと思いますよ。人間、感情あるんで。大和君が誘拐されて、埋められて殺されましたみたいなね。その状況下の中に、モチベーション上げて仕事をするっていうことは非常に難しいと思いますよ。人間はやっぱ感情あるんでね。うん。 だけど、それを理由にしないってことですね。じゃあ、じゃあそれをどう対処するかってことですよね。うん。まあ、そ,そ,れそういう状況でもやるのか、もしくは、休むのか。ね。うん、ね一。一旦寝てみるのかっていうね。うん。まあ、どっちでもいいと思います。そう。結局、その結果を出さないといけないんで、自分で稼ぐっていうことは。うん。な前に進めるようにするってことですね。仕事ができるようにするってことですね。 自分で整、自分でその整えていかないといけないし。でもぶっちゃけ言うと、結果が出てないときは、ね、とにかくやるしかないんですよ。結果が出てないから。その結果が出る仕組み構造ができればね、まあそう、休む、休憩とかもあり得るかもしれないけど、なんかね、結果が出てないのにそんな悠長なこと言ってらんないだろうっていう。だって一日休んだったらライバルと差がついちゃうじゃないですか。うん、なんか結果が出てない場合は、 まあ、そんな関係なくやるしかないですよ。ロボットのように。久保さんもね、ロボットのようにやってましたけどね。結果を出したいんだったら、うん、結果が出るまで徹底的にやるしかないですよ。で、結果が出たら、じゃあその仕組みを作ればいいわけじゃないですか。うん、今度はね。インターネットなんかそれができるわけですから、仕組みがね。ステップメールで売るとかできるわけですよね。うん。であと、広告回すとか。 そういうのもあるわけですから。そういうのやればいいんですよ。まあ、僕はお金かけたくないんで無料でやってますけども、ただ、無料でやる、やってる、やってるんだけども、意識、考えてるのが、要は僕はその、何もしなくてもアクセスが来る状態を作りたいんですよ。だから、いろんな動画をアップしましたよ。だから、何、今日動画を仮にアップしなくても、何か再生されている。この状況を作りたかった。 いや今日、労働全くしなくても、ネット上で労働されているっていう状況を僕は作りたかったんで、しかもこれお金かけずですね。1円もお金かけず、その状況を作ると。そのために動画をいっぱいやりました。まあこれからもやりますけど。でもだいぶやっぱストックはされてきてるので、もう結構ね、やっぱ本当何もしなくても、あの、まあ日々動画を撮ってるんですけど、まあ基本的に再生されてますね。うん、再生がゼロってことはまずありえないですね。 ま、久保さんも再生がゼロってことはありえないと思うんですけど、トータルのね、YouTube チャンネルの再生がゼロとかね、ありえないですよね。でもしょ、初動の、じゃあ今日、YouTube 最近始めたっていう人は、その YouTube 全体の再生数がゼロってことがあり得るわけじゃないですか。だかそれ、それはまずいんで、だってアクセスないと、思うそもそもね、稼げようがないですよね。うん。だ最初はま、どんな状況でもやるしかないですね。うん。はい、いってらっしゃい。